ございます。おはようございます。本日はですね、珍しいこの3人組でどうもどうも、はい、お送りしたいなと思ってるんですけど、よろしくお願いします、はい、お願いします。久しぶりやね。パクが出るの久しぶりか。そうですね、うん、なんか近なってるっすね。変わってるね。俺もでも結構久しぶりです。久しぶり。そうです、結構久しぶり。ほんでみんなの LINE の位置が逆っすね。逆ですね、うん、あららあらら。並び変えます。いいよ。いいですか。うん。じゃあ三方さんおらん。いませんね今日は。そう、はい、そうなんですよ。まあ今日はこの3人で仲良く、はい、まあ30分やろうと思うんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、さっきオープニングの方どうぞ。どうぞ。よいしょよいしょよいしょ。始まりましたね。フェブ君はって、フェブ君の印象やっぱみんな強いねんな。誰ですかフェブ君。あ、ハルマ。ハルマ。ハルマ。やっぱり、うん、強いんやろな。フェブ姉さんの弟。そう、弟になってる。弟になってるそれ。滑舌の問題やな。そう、ファルマ君。ファルマ、名前が変わっとる。いつものメンツがいないって、いつものメンツってみんな誰やと思ってんねんな。確かに。代表、ヒカルさん。あとは俺最近ちょこちょこ出てるけどな。ですよね。誰ですかね最初。うん、ミカドさん。フェフ君。フェフ君言うてるやん。もうフェフ君な。いつ目いやさ、ハク暑ないの。ちょっと脱ぎましょうか。今日でも暑いっすよね、マジで。ヴァンパイア君は元気にして誰やねん。あ、ナオト。ナオト。ナオトのヴァンパイア。なるほどな。白めっちゃ白い。 BGM よし。 BGM だ。そっか、いいですね。いいな。なんかテンション上がっちゃうやつですね。わわわわって脱いだってきてます。どうして真ん中の子は蝶ネクタイ。蝶ネクタイいいやん、めっちゃ似合う。かっこいい。かわいらしく蝶ネクタイしようかなと。今日そういう気分だった。コナン君言うてる。コナン君ちゃう。できるんちゃう。コナン君。コナンの前でどうしましたっけ。コナン見てないか。これ信じできるやん。やり工藤新一ですか。いいっすか。うん。俺は高校生なんで、工藤新一。ある日、幼馴染でね、同級生の毛利蘭と遊園地に行った。その時、クローズイベントの男たちの怪しい取引を目撃して、もう一人の仲間に気づかない俺は。ねえ、お兄さん。ねえ、お兄さん。ねえ、お兄さん。子供になっていた。うん。俺今、コナンのちっちゃいバージョン真似したつもりだったんですけど。やないよ。ランニーちゃんでしょ、それ似てねとか言わんといて。ちょ、頑張れ。森本レオ誰、誰めっちゃ気になる。芸能人ちゃうんですか、多分。髪型から真似て言うてるよ。まあ、ハクはいっぱいモノマネできるもんな。すごいっすよね、マジモノマネ。そう、いや、全然似てないでしょ。ジャイアンが一番いいと思うよ、俺は。ジャイアンさ、うん、ジャイアンできるんすよ。おい、のびちゃん、今日の試合はお前のせいで負けたんだ。これをいつも営業終わったら一人でやってんねんな、これ。ずっとおい伸びた、おい伸びたって練習してるんですよ。伸びたどこにもおらんのに。おい伸びたいずっとやってる。ジャイアンに謝る。謝る。ジャイアンに謝る。大田武さんすいませんでした。謝る。ジャイアン似てるって。うわ、嬉しい、うん、練習した甲斐があるっすね。伸びたに謝れ。伸びた、伸びた、伸びた、おい伸びた、野球しようぜ。ちょい、やっぱ似てるっすね。しずかちゃんにも謝って。めっちゃ言われとる。しずかちゃん今出てきてないやん。イントネーションめっちゃしずかちゃん。イントネーションが全然違うぞ。あ、すいません、九州なもんで。そうやね、生っちょってるっすね。鹿児島と沖縄の、沖縄じゃ大阪のハーフか。そうですね、ハーフ。大阪、まあそうですね、関西弁も、うん、ちょこっと混ざっとっすね。そうやね、関西弁喋られへんねんな。そうっすね。でもちょいちょい喋ってるんじゃないっす。まあちょいちょい多分出ると思うんですけどね。出てないって。ゴリゴリの無理やろ。やっぱゴリゴリはさすがに全部こうすんな。ハーブ、ハーブ、ハーブ、それあかんやつや。回復するアイテムかな。危ない方はやめとこうか。
ルルルルルルンってですね、ドラクエ、ドラクエかちょっとようわからんけど、カオルは沖縄やしな。そう、沖縄です、九州ですね、一応同じ、うん、そうですね。でもみんな九州ちゃうって言うんですよね、なんかあっちは違う県みたいな、国だみたいな。そう、そう、九州は沖縄を含む場合と含まない場合があるんですけど。あ、なるほどな。大体含まないですよ。いや、普通含みますか。あれはもう日本じゃない。九州って言います、ほんと九州どこはやばい。ほら、奄美大島じゃないな。奄美大島は鹿児島県。ほんと、ほんと、カオルくんなのにカオルくん言うて、カオル、オーです。お、カオルエアのオーです。もうエヴァンゲリオンのな、カオルくんから思ったのな、はい、かっこいい、かっこいい。私、沖縄で帰国ね、沖縄はまた違う国やから。え、ほん、沖縄本島ですよ、俺。いや、いや、沖縄やん。関係な。屋久島は屋久島何の話。なんかちょいちょいめっちゃ字ちっちゃい。だから何なんすかね、あれ。No. 声が、あ、何なんすかね。右の人、ファービーみたい。画面で見たらどうなるってことですか。ファービーって誰？あの人形があったっす。目クリンクリンの可愛いやつ。こんなちっちゃい、なんか毛もっさもさかな。あ、ちゃうわ、毛。誰がもっさもさやねん。バービーはやばい。バービーはひどい、バービーはひでえ。誰がバービーやお前。ホーリンラブ、違うっす。懐かしい。懐かしい。方言ってな、どこ行っても可愛いでな。だから各の方言もいいと思うし。鹿児島の方言は何、今何し何してるの、うん、今からどこ行くの、うん、とかそういう系ですか。何しようととか言うやん、お前。あ、それは実は宮崎なんですよ。あ、そうなの。宮崎にも2年ぐらいおって、うん、あ、いたんですか、宮崎。うん、あ、そうなんですか。そう、だから後喧嘩せんといかんは宮崎、宮崎ですね。鹿児島と宮崎と大阪と今東京おるって感じですね、うん。まあ、関西弁は映るけど標準語はさすがに映んないですね。うん、無理やな。標準語は男の標準語俺めっちゃ嫌やねん。ねえねえ、あのさ、あのね、これでねえやん。あ、そうじゃん。そうじゃんじゃん。嫌やねん。霧島ってどこ。あ、は鹿児島。はい、い、芋焼酎ですね。芋焼酎、そう。くもき、くく、ん、黒、黒霧島な。ね、くもき。間違えない。くもきさん誰。ありがとう。沖縄方言とイントネーション可愛すぎる。おマジですか。でも最近全然もう標準語っぽくな、似てきて、ちょっちゅね、なんかちょっちゅね、ちょっちゅねはどっちかったらあれですね、石垣ですね、石垣。あ、言うのちゃんと。そうそう、本当にちょっちゅねっていう人ほとんどいないですよ、多分。全然。あ、そうなの。そう、全然いないです。え、でも俺1回だけあったよ、昔にな。ホッとする前に、はい、職人してた時は朝コンビニご飯食べんねんけどな、はい、で、そこの店員だから、まあいつもラーメンを買うの俺、カップラーメンな、はい、で、こう湯入れたらこのポットのとこにアリがおって、はい、うわーってパカカップラーメンの中に入ってん、アリがな、うーわ、はいはい、あーって思って、はい、店員にすんまへんってこれアリ入ったし、そんなこんななんか清潔感ないのマジでちょっと嫌やわって。あーはーはー。そんなら、はい、その店員の名前が具志堅って書いてあってな、店員にほんまにほんまにこれ変えてくださいよって言った、はい、ちょちゅねーこれほんまにほんまにあってん。あー、それはちょっとねみたいな感じですか。そう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 。あそこなんかギャグとか来なかったっす、なんか来へんかった。あ, あ, ありえへんね。そんなこっち怒ってんのにちょっちゅねちょっちゅねとかギャグ来たら切れるでしょ、もっと。そうそう、それは言うても一緒や思って、あ、もう分かりました。え、飲んだんすそれ。あれ飲むか。どこの方言が一番好きと。方言か、福岡とか結構かわいい。かわいいな。あ、方言は女の子武器や。マジ確かに、ほんまにな。あと京都とかもヤバくないですか。京都、いやー、癖強いね。長崎とか結構可愛いっすよ。長崎、長崎あります。まあ、と福岡より宮崎よりみたいな、ちょっと東とか使うんですけど、なんかこうのほほんとした喋り方、うん、今何しよっと、うん、ほうほうほうみたいな、可愛いんすよ。何しよっと、可愛いんじゃないですか。北海道の訛りって何、うん、方言。北海道どんな、この間北海道行ってきたやん。はい、行きました。楽しかったですね。方言感じれるとかあった。なかったです。でもなんか大体標準語なんかやんな。はい、言ってました。なんか北海道ってなんか東京とあんまり変わんないみたいです。なんかその標準語が基本あんまり変わんないみたいな。あーっ、やっぱり神戸とか、うん、京都、神戸、うん、なまら、そう、なまらや言ってた。なまら、そう、なまら、なまら、うん、
九州全部言えるわ。さすがに熊本弁人気みたいよ。何倍って言うんですか。うん、何倍。宮崎の方が可愛いと思うけどな。何や骨線とか、何やじとか。骨線って言うんですか。セカラシカ。あ、セカラシカ。はよせえ、はよせえいうこと。いや、うるせえってことですね。あ、そうなの。やかましいってことですね。セカラシカ。チブラシカみたいですね、なんか。いや、それは違う。違います。ちょっと違います。沖縄弁で怒ってみてって。沖縄弁で怒ってみて。これ確か前、代表にも言われたことあった。あ、まず、じゃ自己紹介してと。あ、自己紹介します。はい、お願いします。ワンネー、香りやいみ、ぐすいお、中がなみら、メンサーリオって感じですね。中がなみら全然わからん。なんて言う。いや、方言そう。ワンネー、私、香るって言います、よろしくお願いしますって言って、いらっしゃいみたいな感じです。いらっしゃい、メンソーリーじゃないの。メンソーリーよって。その感じで怒ったらどうなの。一回、これはお酒な、ハグがめっちゃ濃くしとするやん。はい、でパッて飲んで、パッて飲んで、マリコンやんか、お前なんでこんな濃くするのみたいなんで、怒ってみて。怒って、待ってください。うん、なんで。デジ、これ、これもうめっちゃ濃くて、飲めたもんちゃうで。なんで関西弁。関西弁。じゃあ、あの、やれって言われた時に、結構出ないんですよ。確かに、わかる。俺も結構言われるけど、ジャイアン怒って、ジャイアンで怒るの、それとも方言で怒るの、どっち。ねえ、まさかの関西弁。せやでな。映るでな。映るんすよ、マジで。映るやろ。あー、ええな、方言ってな。じゃあいいや。とっさの時はやっぱ出るの、方言。結構地元民と喋ってたら出るっすね。出る、出ます出ます。なんかそう、やっぱりこう遊びに来てくれる子とかも、九州の子とかおったら僕は出ますね。はい、全然独り言は言わんやろ。ハル君指名したいけど元カンいるのが悔しい。その寂しいこと言わんといて。指名してあげてください。待ってます、はい、待ってます。元カンいるのが、まあ、ちょっと気まずいね。気まずいじゃん、気まずい。九州で治安悪いの。いや、めっちゃいいとこよ、ほんまに。人間がね、温かい。そう、京都出身だけど怒ったら方言に出る。え、京都出身。え、俺ちゃう。ああなんで俺。京都お越しやす。ど、なんとかす、なんとかす。これ俺ですね。なんとかすは俺ですね。そうすちょ、待ってや、誰やねん俺のバービー言うやつ。まだ言ってる、まだ言ってる。人気者じゃないですか。バービーは関西ですよ。兵庫県です。バリバリの。そう、うん、関西ですね。なるほど、いいですよね。もう関西弁ってやっぱり田舎からしたらめっちゃ憧れるんですよ。うん、そうか。俺東京に憧れてたけどな。俺マジで憧れてましたもん、本当に。もう俺絶対なんか、そう、うん、標準語2ですか。まあ標準語もそうですけど、うん、標準語2じゃなくてやっぱ東京とか。ああ、やっぱ、うん、確かに確かに東京はめっちゃありました。そう、ああ、だからなんか東京にいる自分が好きですよ。なんかそういうのありませんでした、東京来た時。なんか俺都会っ子染まってきたわみたいな。そうです、あれ俺の垢抜けたわみたいな。そうです、あの東京って来て電車とかあったんで、沖縄ないんで、はい、お電車乗れるぜみたいな。電車乗ってる自分もなんか好きみたいな。なんかありましたけど。それはキモい。電車はどうしても好きになれんな。電車嫌っすね。もう今嫌いっすもん、全然乗れないっすもん。でもそれこそこの前言ってたけど、もう大阪は、まあ関西はもう席がちょっと余裕、ゆとりを持てる。せやねん、せやねん。でももう、でも東京の電車ってさ、もうこれぐらいやん。あ、もうやばいっす、こんなんやん。そうそうそう、大阪ってもっと余裕あるから。そう、もっともっと隙間あるぐらい。全然なんか一人分の席がある、へこんでるもん、これ。そうそう。あ、そうなんすね。でも全部平らやん。はぁ、そう、だからもうぎゅうぎゅう詰めで。うん、あれいじってくんねんけど。まだやばいっすね。朝の御堂筋線もえぐいじゃん、ほんまやね。ファービー、ハーダス。御堂筋やったっすね。ファービー。あ、流星君やハート。めっちゃちっちゃい。ハートハート。それ一応あるっすね。標準語で喋ってみては無理やな。え、なんで無理なんですか。え、だってさ、標準語ってさ、マジなんかありえなくね。標準語は普通ですよ。普通じゃなくね。なくねってなんすか。いや、マジさ、後半戦はさ、
ちょっと面白いゲームしたいなと思ってるからさ。はい、そうですね。あ、すごく楽しみ。あいつ、行きましょう。あいつということで、後半戦もは、はい、ゲームしようと思ってるんで、後半戦もよろしくお願いします。いやー、はーい、待ってます。どうぞ、どうぞ。よいしょよいしょよいしょ。パチ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 。そう、最近ね、営業終わってから、はい、LINE ライブハマってるんですよ。そうですね、 LINE ライブずっとやってますね、うん、みんなやってます。確かに出てきた。 それでこういろんなゲームやってて、はい、で昨日ずっとやってたんが歌乗っ取りゲーム。歌乗っ取りゲーム、あれめっちゃ面白いですよ。あれでも結構難しいですけどね、でも楽しいですけどね。そう、じゃあみんな知ってるんかな、歌乗っ取りゲーム。まあ、普通に誰かが歌ってて、その歌詞を乗っ取って違う歌に変えていって、うん、そうそう、なんか、まあ、負けたら何かしよう、罰ゲーム。罰ゲームじゃあ、まあ、僕はまあホストということで、お酒いきますか。いきますか、はい、飲みますか。いっちゃいます。うん、じゃあルールはもう、まあ、皆さんいきます。いきますね。あの、オッケー。じゃんけん勝ったやつから始めよう。了解です。じゃんけんぽい、じゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ。俺からさ、それは流星さんからいきましょう。言ってランダムで僕らが乗っ取っていく。どんどん乗って乗っ取り、歌詞乗っ取りゲームなんで、うん、オッケー、いくよ。3、はい。花屋の店先に並んだいろんな花びらのように散りゆく流れ、夢見て夢でもし会えたら素敵なことね、新たに会えるまで眠り続けていい、会いたい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 、その想いだけが僕を埋め尽くす、今すぐに会いたくて会いたくて震える君を思うほど、君以外の他の誰かをまだ好きだよと伝えられないのに、願う先怖くて言えず好きだよと。ガイ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 、何今の事故事故、今乗ってるつもりなんですけど、何です、そこがそこの歌がバーっていっちゃって、ごめんなさい。これや、これうわー、仕事仕事、これ第2弾、第2弾ですよ。2回戦が必要ですよ、これ。カオル君頑張れ言うて。2回戦必要です、これ。2回戦必要です。これはね、むずいね。なんで、もう一回同じの言ったなんか、わかんない、なんかあのほんまになんか、好きだよと、トゥルルルル、聞いたかったんですけど、でもそのまま歌の延長戦、そのまま続いちゃったっす。オーケー、じゃあ、負け者のカオルからいこうか。じゃあ、いきますか。うん、じゃあ行きますね。はい、かかってこい。じゃあ行きます。ポンポン出してしまえばいいのどこで入ってるんだよ。じゃあやり直しましょう。この歌どこで入ってるんだよ。待ってください待ってください。じゃあ行きますね。じゃあ行きます。
好きだよと今日も言えないまま見送ったただたたたいたのに会いたくて君の好きな歌を繰り返し伝うんだ帰り道君と歩いた今日までかすかに動く唇特別な時間をありがとうありがとう君がいてくれて本当よかったよどんな時もどんな時も僕が僕であるために勝ち続けなきゃならない悲しも悲しみの向こう岸に微笑みがあるというよたどり着くその先には何が僕らを待ってる逃げる亀じゃなく夢を追うために旅に出たはずさ遠い夏の長野の思い出手をつないで歩いた海岸で車へ乗り込んで向かったあの夏の日なんで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 やねんねんねんなんで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  Just give me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  Yes give me give meわかんないこれちょっとダメみんなの言いましょうこれはみんなの言いましょういやー夏の思いで2人で言ってましたからねほんでああ結構放送事故みたいな放送事故じゃないむずこれむずいっすねマジでちょっとほんまに面白いねでもみんなもねちょっとやってみてお友達とこれは今日結構楽しんで皆さんこれおもろいドレミファソラシドのやつもやばいっすよねあれせやな何すかドレミファソラシドってドはドーナツのドレはレモンのレミはみんなのミファはファイトのファってあるやん、はい、それを最初の人はドはドーナツのドミみーはみん間違えたみーはみんなのみーみーはみんなのみーす合ってますよそうこれをこれを間違えんと歌っていきましょうねそうめちゃくちゃむずいこれはこっちの方がむずいどっちの方がむずいさっきの乗っ取りゲームと、うん、今のやつってどっちの方がむずいですかねいやどっちもむずいでしょ、うん、どっちもほんまにいこうか難易度ランク5やからね俺からいくねはいさあ歌いましょうドはドーナツのドファファはファイトのファミミはみんなのミこれバップっすかファファイトのファあ当てろミはみんなのミミはみんなのミはいグイ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 よしグイ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 よしグイグイグイちなみに今から営業ですはいやばいこんなん飲んじゃってええのかいってちょ待ってはずコメント拾おうかコメント拾いましょう、うん、これめっちゃむずいですね店でやればいいのにうちのお店はなんかそんな楽しくなっちゃうねんなみんな仲良すぎてほんまにそうですねたまにしかゲーム的なのはしーひんですもんね、うん、じゃあなカオルの応援団がすごいよカオルくんかわいいって、うん、ありがとうございますほんとあーこの動画みんな LINE、うん、してねもうそれぞれ LINE お願いしますぜひこれハクくんこっちカオルですあ変わってるいつの間にか直ってますいつの間にか飲み直しは締めを3000円プラスドリンク代だけですはいセットも
お安くなっておるんで、はい、皆さんお待ちしておりますね、うん、ぜひぜひ皆さん待ってます。イエーイ。そしてジャスティス、そう、来週は18日はハクのバースデーイベント、はい、僕のバースデーイベントとなっておるんで、皆さんよければお足の方、お運びください。はい、神々や、ぜひ皆さん来てください。みんなでもうみんな待ってましたで、ね、ライブいつやってるの？大体お仕事終わりですね。俺今やってんだよ。あ、ナウでやってますね、リュウセンさんは。ラブライブいつやるの？ラブライブ音ゲーのやつじゃん、それ。そうですね、はい、ラブライブ。ラブライブは、何の話？ラブライバーですか、もしかして。ラブライバー。そうですね。俺もラインライブしようかな、しなきゃな。やるやる、めっちゃいいよ。なかなか。そうですね、それでスタンプ買いますもんね。うん、買える。このコイン貯まって、それで、コンビニでお買い物もできる。あ、そうなんですね、なんか見たいですね。そう、だから皆さん、ぜひやった方がいいと思う、これは。うん、本当に。そう、お得でしかない。本当に、無料でできるし、うん、プラスにしかなんないから。そうですね。そうなんです。最初からプラスでスタートって最高ですよね、普通に考えて。ね、うん、ほんまに。どんどん自分を発信していけるんで、すごくいいなとは思うんですけど。あ、いいこと言うな。歌舞伎行こう、ぜひ来てください、ぜひ待ってます。来るならぜひクラブバンビエ、イエーイ。これやるで、これ。そうそう、これ上のやつ、あ、こっちか。ナイトチューブを見たで、ご新規様60分1000円、シャンパンコールスキー、イエーイ。イエーイ。僕らの一番のノリがシャンパンコールなんでね。そうですね、うん、シャンパンコール、うちはそうですね、他と違ってギャンギャン踊るんで、うん、マジで踊ってますね。ほんまに1曲フルで踊るんすもんね、ほんとに。毎朝ダンスの練習してますね。41126はリュウサイです。ぜひぜひ皆さん、バンビでぜひ来てください、みんなさん。はいはい、今日は楽しかったね。楽しかったですね、うん。とりあえず俺が音芸人を弱いってこと聞きましたね。結局そんなの俺だけみたいな、そうね、みんなで飲んだ以外もカオルしか負けてないから。ほんとにやばいっす。弱っ、練習しよう。練習します。ハオルは何しても可愛いで いけるな。ずるい。ありがとうございます。もうずるいずるい。皆さん本当に。俺も欲しいよ、可愛い。もうそんな時間、そうやで。もう待ってますね。あと20秒ぐらい。来週も見ます。ぜひ皆さん、はい、お願いします。来週はね、3月17日、はい、うちの霧島美香代表の、はい、リアルバースデーです。リアルバースデーです。そして流星の入店1年記念日。そうです。わあ、もうこれはもうダブルコンボで。はい。ぜひ皆さんお待ちしておりますんで。お待ちしております、はい、僕のバースデーイベントも皆さん待ってますね。さよなら、さよなら、ありがとう、ありがとう。